しました。いやー終わりますね本当に終わりますね、うん、すごく。でも今回なんか一番長いなって感じた時は本当に自分がコロナになった時だったなと思って、多分やることがないと本当に長く感じるんだなと思ってなんか今回は出張公演があったりとかしてたので、本当になんて言うんだろう、なんか目まぐるしくさせていただいていたおかげで、あまりそんなになんか長く感じても、多分みんなは感じてるのかもしれないんですけど、みんなはねそのいろいろねお仕事だったり学校だったり、そんななんか毎年変わるものじゃない場合もあるじゃないですか。だからみんなは多分いやそんな変わってないけどみたいな感じかもしれないんですけど、まあでもなんか気づいたら今日が最終日っていう、残りわずかっていう感じなんですけど、どうですかって聞くのも変な話ですけど、どうですか私は今すごく早くお家の片付けがしたくてもうなるべくもう本当にずっと携帯というか端末 iPad、 家でやるときはだいたい iPad なんですけど、 iPad と共に生活してしすぎていた1ヶ月だったので、まず荷物が減るなっていうのは嬉しいですね。ただレッスンだけのためにそのお仕事現場に行くとき、レッスン場に行くときも、もうレッスンしかしないのになんか荷物あれもこれも端末いっぱい持ってったりとかしてすごい重かったのでまず荷物が減るっていうのと、あとなんかあのこの間洗濯したんですけど、その洗濯も畳めてないっていうもう今そういう状況だったりとか、そうその前に洗濯したやつも畳みはしたけど、あのなんていうんですかあれ、タンスなんていうの、そのお洋服入ってるところに入れれてないとかっていうのが本当に今私の家で服が転がってはないけど、服があのちょっと大量発生してる状態なので、早くそれをねなんとか片付けたい、そんな一日です今日は。だからもうあと45分後には私は片付けを始めます。あしらさんハートありがとうございます。ただまだ終わってないっていうのもあるし、なんかねあの多分もうねそのなんて言うんだろう、うん、ありがたいことにずっと私が目標としさせていただいている順位でこの1ヶ月間入れたのはすごくありがたくて、そうでなんかそれもあって、それもあるんですけど、多分今一番面白いとか言っちゃダメなんですけど、すごいなんか白熱した戦いを繰り広げられているのは多分私のランキングの1位から6位の皆さんとあと1位から6位と8位から11位の皆様が、8位から11位12位11位とかの皆様がとても今一番熾烈な争いをしているんじゃないかなと思っていて、本当に心が痛いです本当になんかみんなと当たるたびに、なんかどうしたらどうしたら6人とも
ドボンライブに来てくれるんだろうとか10ケツはね多分11位の人までもらえるので、あんまりそこはねすごい熾烈な感じは大丈夫だとは思うんですけどそう、なんかもう私はどうしたらいいんだろうっていう気持ちですごくいっぱいでして、はい、なんかみんなを知っているからこそすごくうわみたいな気持ちで今ずっといます。なんかすごい今から難しいことを言うんですけどもあの難しいことを言いますね。なんかね、なんかもう落ちてほしくないみたいな気持ち今でもなんかマジでもうここ1週間ぐらい本当にマジでみんなに無茶しないでってずっと思ってたっていうのもあって、そう握手会もみんな来てくれるからみんなにさなんて言ったらいいのか分かんなくてでも全員ライブには入ってほしい気持ちはすごくあるから、ライブで来てねって言うしかないしみたいなすごくもう心が痛かったです。1ヶ月、そうで特に9月はそれこそ私もね落ちてた時期もあったりしたので、気持ちがね気持ちが落ちていた時期もあったので、そのみんなのことを励ますこともあんましできず、なんかねっていう気持ち、いやだってすごい一生私たちのというか普通にあの橋本春奈っていうカードでねプレイしてくれてる人たちのポイント数が一生上がり続けてていやいやいやみたいなそうでもみんなはみんなでそれぞれ一人一人が絶対にって思ってくれてるのがすごく嬉しくて、ありがとうございます。そうなんですよ、なんか私だけなんかかけ離れてるなんかあの1位から6位の皆様がこうここにいたとして、私がここにいて8位から11位とかの方々がここにいてみたいな、なんか私だけその私のかあれだけなんかなんか独立してるんですよね本当になんかこことこことの間にいるうちみたいないやだからね、おかしいもん150億って何150億って何。あとさ私がさもう本当に
もうめちゃめちゃ昔のさイベントで死に物狂いでやってさ、やっと10億ゲットできて10億の女ですって言ってたのにさ、1位から6位の皆さん全員10億持ってるってどういうこと今みたいな。もうなんかもうどういうことってなってるし、もうどういうことって今なってます。でも本当になんか無茶だけはマジでしてほしくないっていう気持ちがずっと私の中ではありました。ただイベントはまだ終わってないので、私もまだだってさ、いや多分ねもうやんなくていいのようち。そうでも今日できちゃうのよ、だからずっとやってんのよね、朝7時半に起きて。ちょっと6時には起きれなかった。そうでもみんながやってくれてるから私もやりたいって思うし、そう、まあ、これでねもし私がねじゃあ今日やってなくて2位になりましたとかなったらもう本当にもう多分2月出ないとか言っちゃうから、うち多分。そう、それは避けましょう、それだけは絶対避けましょうってことで私も全力で頑張ってるんですけど、わかんないですよ、どれだけ差があっても怖いから、本当に去年マジで怖かったから。もうなんか一生ビクビクしてたね、最終日とか特になんかどうなるんだろうみたいなのもあったし、なんかこっから脅かされることってあるんだって思うぐらい本当に怖くて、去年昨日もライジン会った時にそういう話ちょっとみんなしてたんですけど、もうマジで怖くて、だから私はもう回し続けるんですけど。はい、他のメンバーを応援するっていうのは正直私的にはいや思ってはいるんですよ、もちろん。でもなんかもう分かんなくて、なんかおしに頑張ってほしいっていう気持ちもあるし、でもすごい尊敬している先輩にも頑張ってほしいっていう気持ちもあるし、すごく後輩が今回のライブめっちゃ出たいですってすごい、なんかそれもすごい私の中ではなんかドボンライブを大切にしている人からすると嬉しくて。そうなんかやっぱもういいやってなっちゃう人もいるわけじゃないですか、そう、まあ、別にとかなっね、そんなゲーム1ヶ月頑張ってって思う人もそりゃ絶対いるけど、なんかその中でトボンライブに出たいって一生懸命頑張ってなんか後輩を見たりとかしてたら嬉しいなって思うから、その後輩もねすごいなって思うし、でもやっぱ去年めちゃめちゃ一番多分悔しい思いをしただろうメンバーのカードもそりゃ入れたいって思っちゃうから、もうなんか分かんなくて、で多分さなんか私がさそのメンバーを応援したいですって言ったらさ、なんかピョンズはもうさみんななんかもう
従順ってわけじゃないかもしれないんですけど、なんかもうはいわかりましたハルピョンさんって感じだからなんかそのさ私だけのカード、え待ってティッシュなくなっちゃった、ちょっとコンタクトケース汚れてたから拭きたかったんだけどティッシュなくなってた。そうだからさ、なんかさみんながそっちを向いちゃったらさ私の1位が脅かされるかもしれないじゃないですかっていうのもあったりとか、なんかっていうのであんましなんかねむずいなと思って、まあ去年は本当にちょっともうやっぱどうしても推しと一緒に出たいって去年はすごく思ってたから、まあ今年も出たいですよ、でも今年はもう多分出れるからあの子はもう出れる位置にはいるから安心しているんですけど、去年は本当に怖かったのでちょっと最後の何分間かだけ何枚かセットしたりとかしたんですけど、今年はもうずっと橋本春奈のカードで、あ多分一押しガチャ引いてる時だけ一押しが変わってたりしてたかもしれないんですけど、でもそのカードでプレイはしてないので一切、もうプレイするのは絶対に全部橋本春奈のカードでしてたので、はいあれなんですけど、で多分ライブに出たいっていうあれだけだったら私もいろんなメンバーのカードでやってると思います。でもそうじゃないからこそずっと自分のカードでやってないとの恐怖があるすごく、うん、でもなんか推し面を一個でも上の順位でって思ってるそのファンの皆さん、別に私のファンだけじゃなくてね AKB ファンの皆さんがすごくなんか素敵だなって思いましたね。今日朝みずみんとしか会ってない気がする、私あれあったかな、他水島の印象が強すぎた、ごめん、でもみずみんとしか多分今日会ってない気がする、私誰か会ったかな、まあ本当にそれこそねマジで正直何を言おうとしたんでしたっけ、あ今日だってさ別にさスタッフさんがそんなさというかさなんかレッスンを別日にしますとかやってくれるわけじゃないからさ、今日朝からお仕事が入ってるメンバーだってそりゃいるわけですじゃないですか、私はこうありがたい、まあ、ありがたいのかありがたくないのかちょっとまああんま分かんないんですけどまあドボン頑張るぜからするとありがたいことに、今日はちょっとね全然朝7時半に起きて2時まででもできるのではい、そんな日だったのでしっかり回させていただいておるんですけれども、でももう朝はもうさ本当にさなんか眠くてさなんかこうなりながらやってたからさ、多分当たった人私カード出さないやんハルピョンって思ってたかもしれない、すいません本当に朝起きて時計見てびっくりした、ウィバースで書いたけど、え逆にこの時間に起きるんだと思ったもんねそうもはや支配されすぎだろ脳みそみたいな
感じ。マジで皆様が一緒に1ヶ月対戦してくださったおかげで、それこそまだ終わってないんですけどまだ終わってないんですけど、これから仮面試験です。どの仮面って仮面とかあるかもしれない。どのどのどのって聞くのも変かもしれない。どの車先生どっち多分仮面だから車だと思うんだけど、仮面なんてもう絶対受かるよ絶対受かるよ、大丈夫、うん、安心してなんか普通にあの気をつけて運転してれば絶対受かるんで大丈夫です。わかんない、私はそうでした、あんま仮面の記憶ないです。アドバイスしたけど帰ってこない。え、みんなに聞いてる？ねえ、ぴょんはそれが一番嫌って知ってるよねねえ、怖っ、あ、やばい、やめて、やめて、本当にやめて、ねえ、最後、ねえ、笑顔で笑おう、はいすいません、ありがとうございます。ねえ、いらないよもうドローもういらないよ、早く上がってくれ誰かよそやかさん、ハートありがとうございます。もうなんかありがとう、上がってくれて、上がってくれて感謝もう多分ずっと私端末 2,3 個持ってたね、この期間。昨日も、昨日私やばかったですよ多分昨日楽屋にいる人は、あのもちろんあのなんかね、その6時間ぐらい暇って言ってたじゃないですか。だからその一回なんか抜けていろいろ埼玉を巡ってるメンバーとかもいたんですけど、ちょっともうなんか分かんなくて私も 何したいかあんま分かんなくて、自分が。でも普通になんか試合も見たいっていう気持ちもあったし、せっかくね、せっかくライジンさんに入れるんだから試合見たいっていう気持ちもあって、そのまあ始まるまではもう結構あったんですよ。2時間ぐらいあったのか、2、3時間あって。リハが終わってからね、始まるまで2、3時間ぐらいあったから。あの、その、なんて言うんですか。来週までにやらなきゃいけないやつを iPad でもできるので、あ、それやらない。まあ、それはいいか。それは来週までだからいいんですけど、まだ終わってない。あと、2つぐらいか、もう2あと1分ぐらいで終わるんですけどそれをカチ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 カタカタ、そう iPad とあれでできるんですよ。なんとキーボード、 Bluetooth のキーボードでパソコンができるんですよ。もうそれも片付けてないっていうのがやばいよね、今ここにあるっていう現実ね、本当に
そう、この Bluetooth のキーボードがあれば、これは後で片付ける。これと iPad でパソコン作業ができるのと、で iPad やってるじゃないですか。で今これ見てる端末で、今携帯でなんかいろいろその時それを書くために調べるやつとかを携帯でネットで検索したりとかして、でこの子今の見てる端末でドボンしてみたいな。でそのパソコンの2画面にできるから、 iPad はその2画面のちっちゃい画面、もう一個の方でなんか画面見れるところでなんかドラマ見てみたいななんかもう何してたんだろうみたいな、結局何してたのあなたって言われるぐらい、本当に一生たまなんかもうパソコン持ってけばよかった昨日って思うぐらい、なんか端末と共にしてまして本当になんか何してたんだろうって、やばいですよね。なんかもう毒されてる。ドラマは頭に入ってきますよ、全然めちゃめちゃ入ってきてます。そう、始まるまで、雷神さんが始まるまでそれして、でメイクして、で雷神さんこうやって見ながら髪やってもらってみたいな。そう、でもやっぱりもうずっとは見てられなかったです。やっぱもう痛そうで私的にはもうね、本当に痛いのがちょっと勘弁って感じなので、もう痛そうでずっとは見てられなくてってなりながら見てたんですけど、女子同士の対決、朝倉環奈さんっていう方が引退試合みたいなやつは、もうなんかやっぱ女子同士だから多分そんなあれ男子よりもそんなさガーンってはいかないじゃないですか。だからまあ出血することとかもあんまり昨日はなかったりとかして、私もまだ見れたかなっていう感じそう、でもやっぱね、なんか同世代同性が頑張ってるのはなんかもう心にすごく打たれるものがありましたね。かっこいいな。それは本番の本当私たちが出る直前だったので、舞台裏で見させていただいて、映像で見させていただきました。ドッポングランプリをさやるのやめませんなんか前から言ってるんですけど、これ私多分なんか気軽にできなくなるんですよね。なんかあ5分あるからやろうとか、10分あるからやろうとか、あ今ちょっと2000ぐらいできるからやろうとかができなくなるんで、ドッポングランプリやめませんか。そのこのキワキワにやらないでほしいかも。なんかもっとそうポイントなんか減っちゃうから、お守り使わないとか、お守りをなんかもうちょっと10分単位で出してほしいちょっと本当にお願いしたい、これだけは。そうそう、ドッポングランプリ自体は面白くてめっちゃ私も好きなんですよ。だからそのイベント期間だけやらないとかにしてほしいですね本当に。確かにマイナス、まあでもマイナスがないと面白くないから、それは別にいいんだけどね。そのイベント期間だけやらないでほしい。これはもう私多分4回目言うの4年連続言ってる、うん。ちなみにアンケート、昨日の言ってたアンケートは無事提出し終わって、ちゃんと時間内に終わったので大丈夫です。ありがとうございました。
ですね、長い長い1ヶ月でしたね、うん、あでも私は嬉しかったことが一つあって、昨日そのライジンさんで、まあみんなね、それこそ16期の子たちがね、なんかどうしたらみたいな言ってたんですけど、あやみんがなんかどれが一番ポイント入りますかって私に聞いてきてくれたのがすごく私は嬉しくて、そうあやみんは今回出るって言ってないから、その16期の他のメンバーを応援しようみたいな感じで、なんかズキちゃんのカード入れたいんですけどみたいな、ツイッターでも言ってたと思うんですけど、そうどれを入れたらいいですかみたいな、シーズンなのか特攻値なのかみたいな、なんかどれですかみたいな、なんかもうプロみたいになっちゃってるけどみたいな思いながら、全然私はプロではないので本当に、でもそうやってなんか聞いてくれたっていうのがすごく私は嬉しかったですはい、いやプロではないですけど、でもなんかこのゲームでハルピョン1位だよね、すごいよねっていうなんかのはちょっと崩したくないですね、はい、TikTok でこの子誰っていうハルピョンの動画出てきた、昨日のやつ、どういうこと、あそういうこと、誰かがライジンの映像を撮ってな流してくれてたってこと、えちょっとちゃんと言ってくれた、橋本春奈ちゃんですよって、私のアカウントアットマークつけて載せてくれました、ちゃんと、私ですって私がコメントしたいぐらい、嬉しいけど、昨日は全然普通にあれできたので、撮影可能だったので、ちょっと見たい、そのこの子誰の動画バズってくれバズってくれ頼む、ハッシュタグとかでライジン48、あやっぱその映像は流れますよね、試合の映像がそりゃ流れるよね、当たり前当たり前、ちゃんとあれしてくれました、ちゃんと橋本春奈ちゃんですよって言ってくれました、言ってくれてるよねね、それも橋本春奈をお墨としてお願いします、いやもうなんかお願いしたいです、これから先はもしやってなかったとしたら、タグとかつけてくれてないのかな、そのコメント、
でももうこっちにメンション、メンションはこっちに飛んできてないから多分されてない。ピエピエのピエン、でもそんな話は今どうでもよくはないんですけど、どうでもよくはないけど、どうでもよくて今はドボンの話をすべき。本当にいやでも本当にメンションしてほしかったな誰かって思います。ここで悲しみに暮れた口しとこう。いやそれな、昨日言ってた3人組だったら激アツボンバーだよね。でも私名前教えたんだけどな。それな、でも私は名前教えたぞ。まあでもありがたい。え、名前何って聞かれて橋本春奈って言うべきだったかな。え、どう思いますか。これからの参考にしたい。ハピョンって言っちゃった。いや待って、この話は本当あの今日の夜でもいい、今日の夜話すね。また分かった、ごめん、一旦ストップ、一旦ストップ。ドボン、ドボンの話です。本当にありがとうございました。まだ終わってないんですけどありがとうございます。本当にもちろんそのいつもやらせていただいているカキカキはちょっと本当にね、私イベントの日しかカキカキしなくなっちゃって、もうなんか毎月やってたのにってなってるんですけど、今もうねピョンムービーも TikTok に全然上げてないし、本当に一回やり始めたらやれよって感じだと思うんですけど、ちょっとすいません。もう無理だった。毎月総集編出したりとかっていうのが結構、あと TikTok の方が上がるのめっちゃ遅くて、多分 Wi-Fi の問題かもしれないんですけど、そうちょっとしんどかったです、すいません。ごめんなさい。まあ置いといて、本当にこの1ヶ月なんかまあ多分電波悪いことが多すぎましたね私は。だからちょっと電波悪ぴょん出現回数がちょっと多かったかもしれないんですけど、でもその分本当にドボン以外のお仕事もいっぱいいっぱいさせていただけていた中で、ピョンズの皆さんがすごく頑張ってくださってのこの今いる結果だと思ってるし、だからこそあとはまあ出張公演の場所でネットがつながらないっていうのもあったんですけど、はい。ちょっとおもろい、あと3分だ。いやもう本当になんだろう、わかんないけどありがとうってこと。あ、まあ別にショールームは終わるわけじゃないので、まだショールームは別に2時過ぎてもやれるのであれなんですけど、本当にまあ1ヶ月長くて長くて長くて長い1ヶ月だったんですけど、なんか改めてこう今私のことを応援してくれてる皆さんだったりとか、あーそれはバーストだってば。そう、今ハルピョンを応援してくれてるみんなだったりとか、
ドボンだったらハルピョンのカードをデッキに入れようって思ってくださってる皆さんとかと一緒に、こう対戦できてすごくすごく嬉しかったです。これが最後になりそう。あ、ちょっと待って。やってんな。やってんな。やってんな。特大パンチ。特大パンチを今度お見舞いしてあげますね。もう2時？あ、2時。まあ、まだ私このプレイはしてるんですけど、まだ終わってないです私は。ちょっと待ってください。まだ油断はできないですよ本当に。このラスト10分で40億ぐらい巻き返されてるかもしれないので。怖っ。だとしたら怖っ。だとしたら恐怖。最後ドボンされました。悲しい。なっ、メンテナンス中になっちゃったということで、1ヶ月皆さん本当にありがとうございました。まあね、まだね、まだわからない。本当に4時に結果が出るまで正直まだマジでわからないのでですけれども、まあ一旦ね、つかの間の喜びさせていただければなと。みんなもね、もちろん私だけじゃなくてね、皆さんも一旦つかの間の喜んでいただければなと思います。はい、お疲れ様でした。いやー、そうですね、仮面の変身来た。仮面の変身来たよね、みんな。すごい、30分後ぐらい来た。仮面からの変身。いや、皆さん本当にまずはお疲れ様でした。そしてありがとうございました。1ヶ月戦わせていただいて、本当に戦わせていただいて、なんかまあ、このドボンライブのイベント自体がいつまであるのかとかは正直わからないし、まだこの後も続くのかとか来年もあるのかとか全然わからないんですけど、まああるんだろうけど多分あると思うんですけど、あるかは全然わからないけれども、なんか私がね、こう頑張りたいって言ったらみんなと一緒に、てか頑張りたいって、まあ、言ったか言ったらみんなが一緒についてきてくれたりとか、むしろもう今回はみんなに引っ張ってもらって、すごくなんか私ができない期間もいっぱいいっぱい皆さんがプレイしてくださったりとか、音合わせだよって言ったらなんか音合わせられるようになってきてくれたファンの皆さんが多かったりとか、なんかねして、すごくありがたいなっていう気持ちでいっぱいだし、なんかピョンズの皆さんと、そしてまあピョンズじゃないけどドボンだけはピョンズだよっていう皆さんと一緒に、こう皆さんと共に
終われた1ヶ月だったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。まあ、私は別にあのドボン普通にやってる人間なんであのまあ別に、ね、こんななんか1ヶ月もずっと毎日こうやってやってるわけじゃないけど、なんか気が向いたらやったりとかなんかあ声がどんどんカスカスになっていますけれども、なんかいつぞやから始まっていつぞやからなくなった公演の時のドッポンタイムもちゃんとやってる女なんで出張公演中はね言われてないけど、もはやもうドボンライブの期間だったからずっとやってたけどって感じなので、あんまあれなんですけど、なんか正直ねこのドボンでの頑張るよ、ちょっとずついろんなファンの方がだったりとかが認めてくれていていて、すごく私は嬉しい限りでいっぱいです。ありがとうございます。まだ本当に、まあ、多分ライブに出れることは確定なんですけど、さすがにさすがにね、このライブに出れることは確定だと思うんですけど、まだ本当にやりたい曲とかも全く決まってないし、うん、なんかこの曲がやりたいからライブに出たいっていうより、ドボンで何か結果を残したいみたいな気持ちから、みんながライブ楽しみにしてるよって言ってくれたりとか、私はパフォーマンスすることがすごく大好きなので、なんかだからこそこうやって一緒に一生懸命1ヶ月間頑張ってこれたんじゃないかなと思うと、みんなにありがとうって伝えたいです。いや、その昔ね、ドボンでも原点というものがありましてですね、はい怪しい複数アカウントを見つけてドボンの会社さんが原点するっていうこともありましたので、別にないわけではないので、こっから100億ぐらい減らされたら私どうしたらいいのって感じなんですけどはい、まあそれはさすがにないでしょうと信じたいですねはい、けどいっぱいみんなと対戦できてよかったなと思うし、なんかなんか最近はいろんな面白いツイート見つけたんですけど、なんか推しメンとプレイしたいのにハルピョンとしか当たらないとかあとはなんか朝から夜までずっとハルピョンと当たったんだけど、自分たちってずっとドボンプレイしてるってことみたいないや待って待って、私その日仕事してたからと思ってそう、私その日仕事してたからねってちゃんと仕事もしてるんだよこっちはって、あなたは休みだったかもしれないけど思ったりとか、そう、もうなんか今回も本当にいろんな方とプレイしていろんな方に称号を配り、ま、歩けたんじゃないかなと思いました。全然、はい、もらってください、うちのプレイのやつは。ずっと当たるせいで暇に思われてるの草、違うんだよね、暇なわけではなくてね、本当に今月はマジで忙しかったし、ありがたいことに、むしろ今日明日明後日とかの暇方が暇なんだけど何したらいいの明日と明後日は、え、わかんない、多分今でもなんか案件あるかもですみたいに言われてるけど、何にも詳細来てないから多分暇多分暇です。だからすごいなんか
ね、もぬけの殻みたいにならないように気をつけます。でもいっぱい寝れると思ったら嬉しいですねはい、なんか本当にこの期間はお昼寝、一日オフでもお昼寝できなくて、一日オフの日ももはやドボンしなきゃって思ってたので、そしたら起きてるからさ、ご飯食べたくなるじゃないですか、そしたら太るじゃないですか、とか12時まで起きてなきゃみたいな気持ちになってた。そう、なんか早く仕事が終わって、配信も早く終わった日だったしも、してもだったとしても12時まで起きてなきゃっていうのがあったので、それがすごく辛かったです。でもまあみんなと対戦できたりとか、ノラでピョンズと当たるのはすごく楽しかったし、もちろん音合わせで当たるのもすごく楽しかったけど、そのなんかノラでやってる時に、あ、みんなと一緒に対戦できてるんだとか、みんながこうハルフィオンが今やってるかやってないかもわからない時にプレイしてくれてるんだって思ったらすごく嬉しい気持ちになりまして、ありがとうございます。そうなんですよね、明日からはまた来年のドボンライブのイベントに向けてしっかりとコインを貯めて、コインじゃないや、ハートを食べていただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますやばすぎ、もう次のイベントの話してんのやばすぎ。しっかり貯めてください。ただ近々そのハルピョンを10連勝させる回をやったりとか、普通に時間合わせの回もやったりとか、年内にできたらなと思っているので、よろしくお願いします。そんな多分今すぐやってもみんなハート溜まってないと思うんで、はい、1日5回しかできないCM 見なかったら、そうだからあんまそんな本来ね、なんか前にねスタッフさんになんでそんなにドボンライブ頑張ってるのって聞かれたことがあって、答えられなかったんですよ。だって頑張りたいから頑張ってるだけなんだけどって思って、まあ、別に今も答えられるわけじゃないんですけどそう、でもなんか私の中では自分の仕事を自分で掴みに行って何が悪いのっていう気持ちでいっぱいなので、今年もねこうやって2月20日に入れよう、もうカレンダーに入れたんだっけ、あ、まだ入れてない、入れますね、木曜日なんだ、はい、もう仕事に、はい、入れました、はい、ありがとうございます。私の2月の予定、今ドボンライブしか決まってない、見てもう見せれる、天皇誕生日と建国記念の日と振り替え休日、その天皇誕生日の振り替え休日とドボンライブしか入ってない、めっちゃおもろい今の2月のスケジュールみたいな、ほか真っ白他ももちろん埋めていきます。いやでもっとやばい、12月のカレンダー財布変えるしかないそう、この日がなんかお財布を変えるのにめっちゃいい日らしくて、他のあれ何にも一個もない予定、財布変えるしかない11月はね、あの、はい、ちょっともしかしなんか仮で入ってたりとか
するんですけど、10月はもちろん入ってますよ、ちゃんといくつか山形とかね、北海道、大阪なら行きますし、まだ他にもいろんなお仕事もありますし、2月おもろいなトモロライブ本当に皆さんのおかげでこうして無事1ヶ月終わることができました。ありがとうございました本当に。まあ、またね今日の夜も配信しますし、今日の夜行かない旅一緒に見よう配信するのでよろしくって感じなんですけど、終わったね終わったね。よし部屋片付けよう。とりあえず私のこのこっから10月の目標はまだ始まってないんですけど、あのノートを買ったので、そう私は10月1日から日記を書くって決めて、ちょっとだから10月はまずコツコツ日記を書いたりとか、今日あったこととか書こうって思ってので書くことと、あとは10月は本当にダイエットをする、あと家をきれいに保っておく、9月はねちょっとままならなかったので、それが10月はその3つを頑張ろうと思います。ということで、まあ、とりあえず1ヶ月間本当にありがとうございました。改めてまたみんなと一緒にこうやって必死に頑張ることができて、すごく大変な1ヶ月ではあったんですけど、皆さんと一緒にプレイができてすごく楽しかったし、最後の最後ね、このラストスパートだったりとか、最後一緒にこうやって配信でみんなと走り抜けられたことがすごく嬉しかったです。ありがとうございました。まだまだ結果はどうなのかわからないですが、はい、すごくなんかみんなのなんか1ヶ月をこう経験するとみんなに対するなんかありがとうって気持ちがまた強く芽生えました。ありがとうございます。ゴジラさんハートありがとうございます、はい、ということで、あれ過去3回って私ずっと自分の中で自分1位でしたっけ。そんなことない、どうだっけでも基本的に1位だった記憶しかなくて、初めて人に橋本春奈の1位を譲ったかもしれない、ドボンライブで。そう、橋本春奈推しの中の順位、あれどうでしたっけ。いや俺が1位だったんだ、私が1位だったんだって人がちょっと現れたら全然あのすいません謝るんですけど、初めて人に1位を明け渡したかもしれないって思った、ふと。ありがとうございます、ありがとうございます。でもみんなと一緒に頑張れて本当に良かったです。ありがとうございました。ということで、まあ、また夜配信するので、夜その時にはもうさすがにメンテナンス終わってると思うんで、一緒になんかね感想というかいろいろ語れたらなと思っております、みんなと。一旦マジでお疲れ様、そしてみんなありがとうっていう気持ちでいっぱいです。本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。それでは私は
ちょっと一回あの今見てるドラマの最終回だけ見ますね。はい、朝からそれを見て、あと最終回だけなので一回そのドラマで最終回だけ見てちょっとゆっくりしたいと思います。それでは皆様本当にありがとうございました。まあ、結果は4時までしばしお待ちを、そして夜配信でまた会いましょう。ランキングいきます。1位ひろひろさん、2位ネバーストップさん、3位鉄道ナイトさん、4位よそやかさん、5位マックミックさん、6位くじのだいごさん、7位ゴジラさん、あ変わっちゃった、3位ゴジラさん、4位鉄、待って1位からもう一回読み始めますね。1位ひろひろさん、2位ネバーストップさん、3位ゴジラさん、4位鉄道ナイトさん、5位よそやかさん、6位マックミックさん、7位マジ、あ間違えた8位と7位間違えた、ごめん、7位、9時の大悟さん、8位マジ、9位アシュラさん、10位トラック野郎さん、11位バジュアルさん、12位ベベモンさん、13位ショウさん、ありがとうございます。すいません、ということでありがとうございました。ドラマを見ます。じゃあみんなお疲れ、ありがとう、本当に。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5728盛り上がりの皆さんに聞いてきたいがお届けしちゃう、タイミキン出身ハルピョンことアジマタイナでした。ちょっとわかんない、何時に配信するかわかんないんですけど、なんかもしかしたら9時からゴールデンベッドタイムやりながら配信するとか言い始めるかもしれないので、あの本当にすいません。ちょっとずつね、そうなんかダイエットも、ダイエットというか断食もね、断食しないですけど、断食もこう回復食ってものがあるじゃないですか。でちょっとずつこうドボンちょっとずつやって、ガチ勢になって、ちょっとずつ私の中から一旦ドボンを抜いていくっていう作業、この何日間かかけてしたいと思っているので、はい、よろしくお願いします。ということで、それでは皆さん本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。じゃあ一旦またね、バイバイ、ありがとう、おやすみなさい、まあ、おやすみ、おやすみではない、まあ寝るかもまたね、バイバイ、ありがとう。